はい、こんにちは、スです。前回パラソーシャルで、急におすすめしてきた夜間事件をやっていこうかと思います。もう完全に思惑通りに動いている俺なんですけど、まあ、せっかくやったこともなかったんで、やっていこうと思います。スタート。全然見えないけど。もう時間か。準備しなきゃ。一応主人公がコンビニのアルバイトしてる人なのかな？で、多分家、声がする、今回。喋るんだ？前回全然喋ってくれなかったのに。ってことで、多分コンビニのバイト行く準備をすんのかな？あ、行けんだ。ん？すごい。歩き方がちょっとやりにくいな、これ。着替える？なんで今回こんな、てか部屋汚ねえ。こんな絵面なんだろう。なんか、もやかかってる感じ。懐中電灯を持っていかないと危ないよね。言ってることと字幕が違う。懐中電灯？どこにあんだ？これか？外もう真っ暗だよね。外も真っ暗だよね。歩きにくい。懐中電灯どこにあんだ？外のどっかにあんのかな？あ、あれかな？これで結構明るくなったな。ん？ここも部屋なの？まあ、マンションじゃないの？まあ、このまま降りりゃいいのかな？コンビニ行かないとだよコンビニ行かね。ないと。あと、食べるを忘れてる、食べる。冷蔵庫から何か出せばいいの？違うな。これなんだ？住み込みのアパート的な感じなのか？これ。どこに食べるものあんの？これ。食べる？あ、これかな？ポテチ。違う。どこで食べるを、あ、冷蔵庫こっちか。弁当を温める。なんかずいぶん、てか部屋で懐中電灯つけないと薄暗いってどういうこと？お、できた。わ、ちょっと進みすぎ。取り出して食べる？だいぶスナック食ってるな。よし、これでいけるだろう。バイトに行かないとね。よし。いや、違う。住み込みってわけではないんだ。なんだこの家。怖っ。どうやって行くの？前のパラソーシャルはそこまで迷わなかったけど、今回道がわかりにくいな。こっちなわけはないか。特になんもないのかな。前の時も外にそんな変わったもんなかったんだよな。人んちだしな。とりあえずコンビニ探すか。矢印ねえのかな。どこ？コンビニはどこですか？人んちだよね。とりあえず下降りるか。どうやって降りんだこれ。これか？これ家、あ、行けた。嘘、絶対違うと思う。合ってるかも。なんつうとこに住んでんのこれ。すげえ家。なんだこれ。コンビニはどちらですか？明るい方に行けばコンビニあんのかな？いや、不気味だな。マジでこれ深夜かな？深夜のアルバイト。ああ、そっか。そういうタイトルだったわ。ちょっと合ってるかそれ。あったあったあった。うわー。異次元。海沿いなんかここは。サークル系何菓子かなこれは。この色は。とりあえず行こう。
おはようございます。こっから行けばいいの？いけねえよ。入る？ちょっと見てっか。サンキューさんの一押しラーメンらしい。この棚は大丈夫そうだ。何がだ。賞味期限切れの商品があるようだ。まあ、大丈夫じゃなかったら賞味期限切れそうなものがあるのね。トイレは？あ、トイレじゃねえのか、これ。あ、コンビニの裏側って正直入ったことないからどんな感じなのかなと思ったけど、本当にこんな感じなのかな。たまに後ろから手出てきてビビるんだよね。あ、これ裏か。はいか、とりあえずコンビニ始めようか。入る。先輩、おはようございます。お、ここまでたどり着けたか。君知らないの？最近ここら辺に住んでる男が、つい最近、さっき君が渡ってきた橋で自殺したらしいよ。さっき会ったババアが言ってたぞ。両足が逆曲がりに折れてて、見るに耐えなかったらしい。この顔見覚えなんだよな。マックス村井さんかな？ああ、怖い怖い。君も気をつけた方がいいよ。全部嘘だけどね、殺すぞ。おでんツンツンした形跡がある。タバコっていうタバコ。オッケー。で、とりあえず着替えればいいのかな？タイムカードを押して、あ、待てよ。なんか先に触れるもん触るか。あ、もうダメだ。で、ノート。夜にはいくつかの売れ残りの賞味期限が近くなっていると思う。誰か確認してくれないか。マネージャー。ああ、それでさっき乗ってたのか。防犯カメラを見る。さすがに、あ、角度は変えれないけど、カメラ何個かあんだ。あれ怪しいよな。さっき誰か入ってきたよな。お、変なやついる。歩くのっせえな。これはどう？あ、できた。そしたらとりあえず、え？店員！店員がおらん。とりあえず賞味期限切れそうなやつとか言ってたな。これ。と、これ。他にあんのかな？弁当はそう思っちゃいけませんよ、お客様。それ、ダダ漏れするやつですよ。他のは？あ、チェック入るけど、押して消えるやつは大丈夫なやつってことかな。本当か？お菓子とか切れることはないか。これをどうしたらいいの？裏にでも置けばいいのかな？ここ。違う。え、ずっと懐中電灯つけながら仕事してんの？この人。え？あ、いらっしゃいませ。よいしょ。あ、押せない。Q でアイテムドロップ。ほい。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。またお越しくださいませ。あの弁当の持ち方が気になって仕方ね。っていうことは、今持ってるものがいっぱいだから押せなかっただけか。他あるかな？おでんはマーク出てない。あとなんだろう。特に出ないけどな。これぐらい？もう一回カメラ見た方がいいのかな？誰もいないけど。あれ、俺このゲームストーカー系かと思ってたんだけど、ちょっと違うかもしらんな。
そんな急に音止まります？ 1300 円。これ見てやらないわけにはいかなかった。高いな、確かに。何かできるわけでもないのか。どうしたらいいんだろう。この集めたやつをどっかに投げる。一個一個投げんのか、これ。違うな。どうすんだろう。裏に持ってく。とか？ちょっと裏に持ってってみるか。次どうしたらいいかとか載ってねえんだよな。ここに投げるとか。できたできた。一個しか投げてないけど大丈夫。外出た瞬間に音が全く聞こえないんだよな。BGM が。もう一個も捨てた方がいいってことね。これで終わりかな。他になんか賞味期限切れっぽいのなかったけどね。あとはちょいちょいお会計しながら時間を過ごせばいいのか？もうないと思うけどな。他に矢印は、びっくりするな、これな。本も特になし。トイレは？お？説得力しかないポスター。いつも綺麗に使っていただき、ありがとうございます。納金パンダ。いや、説得力あるか。納金パンダ。はい。でも綺麗なトイレだね。いらっしゃいませ。高い物かな？よいしょ。はいはーい。中国人ですかね。配達業にしてはかなり遅いですよね。最近夜遅くまで空いてるコンビニには特別に配達を行うシステムができたんですよ。この宅配物もこのコンビニ直接の受け取りになっているようですね。あれ？乗っている名前と君のネームプレートと同じようですね。あ、自分のこれ。君直接のお渡しとなります。くれ。はい。家に持ち帰る。はい。ミスったかな？持ち帰ったことがミスったかな？なんだこれ。ビデオ？ちょっと待って。つけてない、つけてない。開けてないし。ちょい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 。なんでレンジ動いた？ビデオ？ビデオか。見るか。お？いや、やっぱり動かしてないじゃん。勝手に動いてんじゃん。よく見る？はい、よく見ます。なんだろう。呪いのビデオ的な？これコンビニの立ち入り禁止のとこではないのかな？どこのことだこれ。それだけ？終わり？立ち入り禁止？そこを見に行けってことかな。それしか入ってないんだよね。立ち入り禁止？他に調べられそうなとこないしな。あった。あ、懐中電灯か。毎回持っててくんないのね。立ち入り禁止って載ってんのコンビニの横だったような気したけど。他にあった。びっくりした。エピローグだったってことかな？ビデオ見て何も思ってないの？この主人公は。どこだろう？立ち入り禁止。暗いんだよな。
もうちょっと明るくできないかな。明るくしてこれぐらい。全然見えない。とりあえず、さっきのとこに降りればいいのかな。でもコンビニ以外、いやでもあそこコンビニっぽくなかったんだよな。どっかに他立ち入り禁止があるっぽいな。例えば橋で、両足折って死んだ人がいるだがなんだかっつってたな。あ、これだ、橋。ここで落ちて？これついでに二日目のバイトってことかな？あっちに確か立ち入り禁止あったんだよな。あ、そっちから行かなきゃいけないのか。相変わらずあなたなんだ。立ち入り禁止はそこにあったよな、これ。ゴミ箱が倒れている。でも、なんか見た目と違うんだよな。監視カメラで見たらなんか出てくるか。ネズミが気持ち悪い。車。とりあえずバイトしたらいいのかな。おはようございます。ねえねえ。自動ドアが勝手に開いたんだってね。修理屋に来てもらったんだけど、センサーの問題だったらしい。あれか？ポルターガイストかと思ったか？よくテレビで見るけど、やらせだよ。幽霊なんて存在しないって。怖い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 。そういうことか。なんかおかしなことが起きたんかと思ったわ。見んじゃねえよ。タイムカード。おら。あ、足音か。監視カメラでちょっとさっきの立ち入り禁止見ようかな。あ、向き変えれる。ん？何の音？何の音？何の音？ちょっと待って。あ、これアップにできんだ。めっちゃゆっくり。あ、間違えた。待って待って待って、今なんかいた。なんかいた。これは普通にお客さんなのかな？あ、普通にお客さんっぽいな。開いたしね。おばあさんが買い物に。特にじゃないな。同じこと、昨日ネズミを店裏で見たぞ。ゴミ箱を荒らされていたみたいだ。これを読んでる人、大至急お願いします。マネージャー、あいつ読めや。いないしな。そうか。順番が変わるからか。夜勤ですからね、仕方ないね。あ、でもおばあちゃん今買い物中か。おばあちゃん終わるまで待った方がいいかな。一緒に入ろうかな。あ、入れねえわ。じゃあ、今、トイレ行ってる間に裏行っちゃうか。ゴミ箱を立て直せばいいのな。あれ？できないぞ。なんか他にやってからかな。ネズミをぶっ殺せとかってわけでもないね。懐中電灯の威力が薄すぎる。
お、一人来た。ああ、こいつムカつく止め方してんな。10円傷つけれねえのか、これ。ダメだ。出れねえ。なんだよ。なあ、おりゃ急いでんだ。だから早く、ビール5個とタバコを持ってきてくれねえか。いい子だからさ。ビール5個、自分で取ってきて。小声。ビール？これビール？3、4、5。あとタバコ1種類しかないからな。ほらよ。あ、一個一個渡さなきゃいけないの？これ。めんどくさ。あ、全部落ちてるわ。これでいいじゃん。はい。あと4個。めんどくせえの。はい、ビールが最後。あとタバコ一個。番号で言いやがらってんの。ちくしょう。はい、タバコだよ。あれ、押せね。みんなペイペイっぽいな。あれ、そういえばあのおばちゃんどうした？まだトイレか。あ、出てきた。どうしたの、おばちゃん。赤い？こういう絵面？はあ。何？あれ？ケン君は？私の可愛いケン君はどこへ行ったの？さっき声が聞こえたような。この場所は私の娘の家じゃ。あ、ボケてんな。娘の家を返せ。めっちゃ汚してってんな、これ。おい、脳筋パンダが怒るぞ。本当に。じゃあ、こいつの、このババアは仕方で。っていうか、このババアが、両足が逆に向いてるとかなんだか言ってたんじゃないの、これ。じゃあな。また壊れてんの？いや、絶対壊れてるとかじゃないでしょ、これ。これなんかカメラで見たらなんか映ってたりすんのかな？なんか、あ、子供かい！押してないのに変わっちゃったぞ。ん？押してないのになんかカメラ切り替わったぞ。あのクソガキ。もういないか。と言ってもこんな時間に子供一人。とりあえずそろそろゴミ箱をやれんのかな？あ、なんかある。チューチューバスターズね。オッケー。え、6匹もいたっけ？死ね！1匹。2匹。でも他にいたっけ？これは？違うか。中にもいない。3匹。4匹。暗くて見づらい。5匹はどこだ？え、いる？あ、いた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 。5匹。あと1匹。びっくりした。どこだ、あと1匹。いた。ネズミは終わり。これは？さすがに片付けないのかな？
した。音止まったかと思った。今日はこれで終わりかもしらんな、ひょっとしたら。あ、でもそろそろ荷物が届くんじゃないか。やっぱなんか車の音がする。お届け物かな。ちょっと見てみよう。ん？車の音したよな。トラックっぽい音。普通の人か？いや、昨日のやつだ。また会いましたね。いや、てかこいつが怪しいよな、考えたら。最近オンラインショップショッピングを利用する人が急激に増えてますからね。ということで、ここに宅配箱を受け取りに来たんですけど。あ？なんかあるってこと？あ、これか。はい。渡していいのかな？また怪しい箱だな、これ。てか、あなたが運送屋じゃなかったの？まあいいや、でかっ。気になるな。あ、でもカメラじゃ見えない位置なんだよな。やっぱトラック運転手か。おお。うわわわわわわ！ゲームオーバーだったかと思った今。え、じゃあ今日は別に届け物はないのかな。もう一回ゴミ箱見た方がいいのかな。あ、終わった。急に終わる。急に終わりますか。雨降ってる。特に家ですることは、もう食べた後かな。なんかビデオ見たらまた違う続きがあるとかでもない。あ、なんかある。何これ。赤坂。ここで刺してくる。懐中電灯持つ。ん？いや、下かな。はーい。傘を差したまま見る。はい。さあ次はどこの立ち入り禁止区域だ。